はい、皆さんこんにちは。今回も YouTube へようこそ。うるさいね。今回の YouTube ではですね、私がロンドンの家でビーガン麻婆豆腐を作ります。その動画を撮っていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。ライトの調整が悪いので顔は青白くいかせていただきます。でもこれでいくわ。でも一人で喋ってやるのは寂しいので、インスタライブと同時進行で撮らせていただきます。なのでよろしくお願いしますね。ごきげんよう。よし、ニンニクからかな。あ、まだお米じゃない。はい、ロンドンのお家ではですね、このライスクッカーをお友達がくれたので、このライスクッカーを使って、お米を炊いていきます。そちらは何時？今5時。もう今日勉強やる気なくなっちゃったから、 YouTube 撮ろうと思って。何もしないなら YouTube 撮る方がマシでしょ。許して。これジメジメできるかな。ここでお米を炊いていきます。ひき肉の代わりは何かしら。ビーガンミートよ。ビーガンミートすごくない。意識がとっても高いふりをさせていただきますね。ごきげんよう。まずお米を炊きます。これね、なんか何個まで炊けるんやろ。 1.5 カップまで炊けます。わかりづらいね、本当に。いくで。こんなもんかな。あ、ちょっと置いたな。こんなもんやね。麻婆茄子、茄子も入れるね。あー、小麦粉ないわ。小麦粉ってロンドン売ってんのかいな。売ってるよね、フラワー。フラワーは売ってたことない。でも小麦粉、ナスって初めに小麦粉をさ、あ、片栗粉じゃなくてナスをさ、初めに揚げた方が美味しいと思うね。なんかのテレビで見た。ナスを初めに揚げね、その後にあんを絡めるね。水を入れてます。浸水の時間あるかな。どんぐらい浸水。素揚げだよ。あ、素揚げでもいけない。ありがとう。ナスを揚げるように小麦粉なの。そう、まぶしろがナスがふっくらする。素揚げにするね。じゃあ、ありがとう、教えてくれて。よし、待って。10分だったらスイッチを押してお風呂置いといてね。海外のナスアクトゥートは水にさらしてアク抜きする。分かった、先にこれするわ。操作していただく。ガチャガチャ。はい、こちら。このTaste is good in life っていうプラントベースからできているミンチ肉を使っていきます。なんかね、ウェイトローズってスーパーでね、いろんなね、お肉の代用肉を売ってるんですよ。だから面白いよ。ロンドンで当たり前やねんて。だからお肉を買う価格で、植物からできたお肉を買うねん。それすごくない？ビーガンミート。本当にロンドンで当たり前やし、別にビーガンじゃなくても週に何回は、2、3日はなるべくお肉を食べないようにするとか、そういう風に決めて、なんかなるべくお肉を取らないようにするんやって。環境のために。意識高いよね、すごい素敵よ。はい、なんで今日は私は意識高いふりをして、大豆ミートでこの麻婆豆腐ナスを作っていきます。ガチャガチャ。じゃあまずナスでかいね。ナスを切ります。ナスで切ってから水抜きやんね。イオンでもビーコンミートあって麺量。ビーガンミートあるんや、イオンでも。じゃああかんや、ロンドンで隠れてて、すごい初めて見たと思ってた。あるんや、今時ね。じゃあいっぱい作って、これ冷凍しとこうかな。さいの目切りがいい気がする。気のせい？うん、さいの目にするわ。あ、皮切るんやった。どうする？もういっか。分かった、半分は皮ありね。半分は皮なしでいくわ。ピーラー買っとけばよかったな。でもその使わんかいらんか。日本に持って帰っても意味ないし。じゃあ、あー硬いってピショ。あー硬い。抜けたわ。こんな感じやろ。こんな感じに皮を剥いてから切っていきます。皮半分残ってるから、こっちは全部皮なしでいくわ。じゃあいい考えね。あー、すごいアクの匂いする。手がかゆい。お前アクすごそうやね、これ。 OK。 はい、これにアク抜きしていきます。塩入れる？塩。あ、そんな言い方よくないね。ごめん、今間違えちゃった。失礼しました。塩を入れてもよろしいですか？塩二つまみを入れてね。塩なし。はいはいやね。
じゃあ一つまみじゃなくって、どんな気持ちだけ入れとくね。入れても入れなくても入れないで。こんな便利なものがあるね。これはね、人参と玉ねぎとセロリが剥いてあるね、あのみじん切りに。すごいよね、ミートソースとかの元に使うやねんけど、なんで便利なんでしょうと思って。これはそのまま使います。で、リークネギですね。リークも入れます。でもリークは1本かな、こんなにいらんね。これはちょっと食感を楽しむために最後にかけようかなと思って。どうも美味しいやろ、そっちの方が。ちょっとあのネギを切ってると無口になっちゃうね。リークは長ネギだけど煮た方が美味しい。あ、じゃあ最後入れるわ、これ長ネギじゃないんや。ありがとう。じゃあこれ最後にちょっと煮させるね。ニンニクと生姜です、次は。あ、ニンニク剥きたくないな。じゃあ手袋でやろうかな。ニンニクってさ、手の間に匂い入っちゃうよね、それ嫌よね。水出しっぱい、怒られるわ。あー、地味、ムカつく。ムカついたらあかんねん。ニンニクもしかして2個ぐらい入れる？ニンニク2個かな？ニンニク2個かな？ニンニクの匂いはステンステッケン、そんなこじゃれたもんなんて。とにかくはありがとう、教えてくれて。ニンニクもう一個入れとこうか。サリンが多い方がいいやん、ニンニクは美味しいから。いいチョイスね。キスするだけなきゃ2個やるってないから、いけるわ。なんなら3つでもいけるで。やっぱりさ、ヨーロッパの人ってすごいよね。フランスの人とかはさ、これほっぺにチューする文化あるのね。なんかそれすごいなと思っちゃった。この間なんか友達の友達に会った時にサーモンパーティーで普通にほっぺにチュッてハグルされた時に、あ、すごい完璧と思って。意外と私初めての体験だった。本気のチューはあってもさ、なんかその挨拶のチューされたこと一回もない。え、ある？日本に住んでるとないよね。じゃない？グリちゃん、タオちゃん、よし、これはフライパンに入れておけばいい。ガチャガチャ。あ、いい感じ。生姜来たで。ごめん、生姜これですれるんじゃ。ここで生姜ってニンニクを入れるときに、あ、茹でるときに一緒にでいいんかな。どうも一番初め生姜って。でも香りつけたいから生姜は初めやね。初めでいくわ。初めでいるね。生姜も刻んでいい。え、ここでね、ほら見て、このさ、カッティングボール、まな板よくできててさ、ここがジョリジョリできんね。このジョリジョリでいけるね。ジョリジョリでいいね。意外といける、ほら見て、意外とできてる、うまく。わかる？ほら、結構簡単やん。グッジョブよ、ロンドン。いろんなものが全然使えてないね。これはすごい使いづらかった。使いやすかった。ガチャガチャ。よし、あれ、切るもの終わったん？終わったわ、完璧よ。え、いい感じ、すごいできてきた。ラップを大ちゃんに言われてもできて本当に良かったよ、助かるね。これじゃあ味付けていくね、もう。あ、わー、臭み油。これグツグツやり始めたら、え、簡単やん。ほんまこれ。お肉は 90mg ミンスポーク。何グラム入ってんの？ 18 グラムやって。違う、250グラム。250グラム入ってんのね、これ。結構入ってるやん。ちょっと火が強いね。火が強いと匂いが出えへんから弱めでコトコトくれ。納豆みたいな匂いする。すごいね。 250g やから 80g が適正値やろ。今日どんぐらいでよ。半分ぐらいでいくか。やっと出るよ。これプクプクするまで、あれみたいに匂い出すね。何やったっけこれ、何やったっけこれ、イタリアンみたいに。右端の袋は文房具なの。豆腐出しとく、ね、豆腐見て。こっちには常温保存で豆腐が売ってんね。豆腐よ。はい、すごいよね、常温やで。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、
すごい面白い、なんかこれ豆腐がさ、このまま、あ、すごい、見て、あ、見えるかな、こうやってさ、うにょんって出てくる。こっちで絹ごしで結構きちゃうねんて、だからこんな感じで、あ、結構いい感じよ、いい感じ、これいい感じよ、よし、で、こっちで、じゃあ、ちょっと待って、よし、あげますよ、素揚げやからこのままやんね。120、あー、ちょっと量が多いとあかんかな、まあいっか、小麦かな、これもうちょい、あー、まだやるそう、どうしよう、まあいっか、美味しくなるって信じて、野菜を一緒に入れとくわ、その方が美味しいやろうから、あ、もういけたんじゃない、これは一旦終わるわ、多分ほぐすの大事なんやろね、これ、これできた、これ汁入れるわ、もうなんかこれはなんか甜麺醤がなかったのね、だからさ、どこのスーパーにもなくてどうしようと思ってたら麻婆豆腐の素が売っててん、すごくない、ほら麻婆豆腐の素、これを使ってやります、しかもこれもビーガンやって、もうすごいよね、本当にどこまででもかぶれちゃう、へへへへへ、来たね、全部器熱すぎるわ、よし、でこれでグツグツ煮込んでたら美味しくなりそうだなと思って、だからグツグツ煮込んでおいてみてね、あ、タレ足りひんかな、タレ足りひん、出てねえね、でもいい感じになってきた、見て YouTube で皆さん、こんな感じ、豆腐何分かんないんだろ、300ね、じゃあこれ半分で、これも半分やったら美味しくできる気がする、いけたわ、これで、え、もうできた、豆腐も入れるもんね、あー、これと、この一番美味しそうなところの、なんか、釣りの釣りのあれにするから、これを写真撮ってこい、はい、はい、はい、ここだと、ガチャガチャ、あ、ちゃうわ、これ写真撮るんやった、あ、It's good、 あ、これもそう、こっちは長ネギ煮てるけどリークやから煮た方が美味しいって全部入れる、ちょっとみじんとか入れちゃう、そうね、なんかみじんとか味付けてみるね、今、あ、でもなんか意外と美味しそうなんだけど、水分がもうちょい欲しい気がする、わかるよ、どうする、海外の麻婆豆腐こんなもんよ、でもライブ中やったね、ああ、とりあえずケチャップ美味しい、カヤダヤの足入れます、はい、入りました、で何からできてるか分からへんけど妙に美味しいやつ、これも入れとくわ、え、ってか僕すごくない、こんなマーボー豆腐なんか人生で初めて作ってんけど、しかも、あ、でもタレちょっとズルしたね、甜麺醤と、ま、なんとか醤が入ってるやつやったから、でもすごいできた気がする、味見します、いただきます、うん、ラー油は絶対必要やわ、とりあえずかなり Feel so good No ギャグみたいに今扇風機で全部飛んでいったわ、この唐辛子ワルダーが、ごま油一丁ですね、マーボーナスではなかった、そう、なんかマーボーナスの味じゃないね、何て言えばいいんやろ、何これ、あ、多分あの、マーボーが違うんやろうね、このタレが、そもそものこの中国の、さあ、これでいけたかな、いきます、あ、おいしい完璧、海苔かけるガチャガチャ、はい、ということで今回の、ガチャガチャキッチンではビーガン麻婆豆腐を作りました、麻婆ナス豆腐や、どうなるかと思ったけど意外と美味しくできたね、これをまあ真似せんへんやろね
真似はしなくてもいいけど、でもなんかビーガンフードっていうとなんか生意気ねって思ってたけど、こっちに来たらなんか本当に選択肢の一つとして当たり前にあるから、全てのレストランにもそうやし、あのお店にもね、普通のご飯屋さん、あのレストラン屋さんにも、だからなんかそれはそれで意外とありなのかもって思いました。はい、なので今日も YouTube 見てくださりありがとうございました。また撮るのでぜひご覧ください。さよなら、バイバイ。